いつも行っている美容室ユーリルムのさえちゃんです。お願いします。お願いします。マジで週1で来てるから。いや本当ですよね。なんなら週2からの時もあるトリートメントしすぎて。いや確かに、ここでなんか髪洗っとんかっていう。お願いします。今日もうさ、結構もう色落ちしたから。そうですよね。どうしよう、でも冬の透明感のあるモテる女の色をしてほしい。了解です。任せてください。今日モテメイクしてます。そう、モテメイク、あのめっちゃつやつや。冬のメイクを研究してて。かわいい。モテるメイクって色味、こんなちょっとナチュラルな色じゃない。なんかわかる。確かに、わかります。ベージュにピンクみたいな。確かに確かに。でつやつやみたいな。そう、そんな感じに合う。 OK です。いいな。はいはい、やっていきます。お願いします。何話そうね。いや本当に一回やったからなんかやった気になる。確かに。さえちゃんはね、同じ岡山出身のね美容師さん。はい。何個違いかな。ヤンキーって呼ばれてます。そう、岡山のギャル。いやいやいや、やめてください。え、何歳今さえちゃん。今22です。22ですよ、はい、知り合ったの5年前だから、ね、確かに17とか私ね。高校が青すぎて受かんないから美容の学校に行ったっていう、なんかちょっとね。そうですそうです。もう本当に誰でもお金払ったら受かるような。いや本当に高校に落ちたんだね。いや本当に。で2回目受けたら、うん、もうこれは絶対受かったと思ったら、うん、また落ちたんですよ。え、2回洗顔したってこと？2回洗顔した。あ、そうだったん。なんか2回できるんですよ。そうよね、はい、洗顔2回する子ってまずおらんくない？まずいないっす。2回目はあんまりいなかった、その受けてる人が。まなるほどね、はい、そうよな。そうなんです。大体1回で洗顔なんか受かるやろ。いやだって他のとこ行きませんって言って、もうこの私立がいいですって行くわけじゃん。いや本当にだって洗顔ですよ、ここしか行かないって決めてるのにめっちゃおもろいじゃん。まあでもどっちみち美容師になりたかったし、うんうんうん、まあ、美容師の道行こうかなみたいな。あね、もうバカだからとかじゃなくて、そうです、導かれたんだよね。いや本当に。いやこれは間違いなく美容師にはマジになりたかった。うん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 、もう早めにじゃあね、そうです学校行けたから、まあいいっちゃいい。いいです、むしろ。だから同じ岡山出身ってなってね、はい、うん、そっからマンジーってなりました、うん、アシスタマンジーじゃないよ。ギャル心が通じ合いました。アシスタントの時にね、私のくせ毛を使ってブロー頑張ってたもん。一番むずいからブローが。いやくせ毛すぎて、リナさんの髪はね大変な髪質だから。なんか美容室のあるあるだけどさ、なんかこうちょっと気使うじゃん。何話そうみたいな、なんかまあ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 あるじゃん。確かに2時間思いますよね、うん、思う思う。友達と2時間話すのはさ、はい、個室とかで話すのはいいけどさ、結構仲良くない人とかと2時間個室とか分かんないけど、確かにってなるとさ、確かに結構本当仲いい人とか落ち着く人じゃないと厳しいじゃん。そうですよね。助かるわ、もうさえちゃんやと思うね。岡山駅でプリクラ撮った思い出がやっぱあるから。確かに。ロボポーズしてましたね。こんな感じで。そう、私3年前とかかな。いや本当に。そうよね、3年前ぐらいに一緒にね、年末年始タイミング合わせて岡山帰ってね。で岡山でも遊ぶって。そうそうそう。プリ撮って、帰り一緒に新幹線乗って帰るけど。だっけ、のぞみがパンパンで空いてなくて。そうですそうです。こだま乗ったんだっけ、はい、岡山から5時間かけて。もう複雑いてみたいな。寝てきます。おねっしゃっす。モデカラーでね。そうなんかでもさ、はい、春夏秋冬ってさ、こうメイクあるじゃん、はいはい、メイクあるけど、はいはい、冬ってなんか一番モテみたいな。確かに。わかる。なんか冬モテですよね。そうやね。なんかあんま色で遊ぶイメージなくない、冬のメイク。確かに。あ、ちょっとラメっぽい感じ。そうだね、ラメとか。そうですよね、ツヤ感みたいな。バクモテメイク したいなと思って。バクモテ。バクモテ。でも私さ、なんか赤いアイシャドウとかさ、はいはいはい、赤いリップとかさ、そういうの好きだけどさ、はいはいはい、男の子ってなんかそういう色物使ったらさ、赤とか言ってこない。いや言ってきます。そう、赤リップとか女からしたらめっちゃ可愛いじゃないですか。ウケるよね、はい。でも男からしたら何みたいな。分かる分かる。なんかさ、うちらその岡山時代にさ、はいはいはい、やっぱそのヤンキーがいて当たり前みたいなさ、はいはいはい、学校で育ったじゃん。いや確かに。
え、ヤンキーと付き合ってたっしょ、さえちゃん。いや、もうバリバリ付き合ってました。てか、なんか、ヤンキーじゃないと、うん、と、付き合ってないとダサいみたいな。あ、なんかわかる。わかります。ヤンキーを彼氏にして守られるし、あ、そうそうそう。なんか、彼氏がどのヤンキーかでさ、女子同士のなんか感じも違ったよね。でも、喧嘩弱い、あの、うん、ヤンキーが彼氏だと、結構、みたいな。なんか、あいつ喧嘩弱いしなみたいな。わかる。でもさ、なんか東京に来てそういう話するとさ、岡山ってその喧嘩強いが一番カースト上位じゃん。確かに。でもさ、東京とかだと頭いい、学力いいがカーストの上位っていうのを聞いて、そうなんだ。なんかこっちからしたらさ、勉強できたらいいんきゃみたいな、すごいなんかあったじゃない。なんていうの。確かに。真面目なやつじゃなくて、結構派手なやつが仕切るみたいな。いや、そうですよね。目立ってなんぼみたいな。そうそうそう。衝撃受けた。でもあれだから、あの情に熱いし。いや、確かに。いや、それはマジで言うな。ね。なんか仲間が、なんかあったら、全力で守るというか。そうそう。お互いね、さえちゃんとか私に何かあったら、お互いがマジで。マジでもう、ただじゃおかん。ただじゃおかねえぞ、みたいな。でもあれだっけ、好きな男のためにうちらの地元出向いてたんだっけ。あ、そうです、そうです、そうです。私の学校にいたんだよね、好きな男が。あ、そうです、そうです。で、なんかみんなで遊びに行って。うん、うん、うんうん。なんか体育祭みたいなのを見に行った気がします。え、マジで、はい、その時付き合ってたの、私の学校の男の子。いや、付き合ってはないんですよ。あ、普通に見に行くみたいな。なるほど、ね、あるじゃないですか、うん、野球部の練習するの見に行くみたいな。でもヤンキーの場合は体育祭は出るから分かってないけど、そういう行事ごとはめちゃくちゃ燃えるよね。その時ってさ、クラスの真面目な子とヤンキーがつながる一つの唯一の場合よね。分かります、分かります。結構仲良くなります。そう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 。で、ちょっとかっこいいみたいになる。そうそう、なるなるなる。で、クラスの女子もそういう時ちょっとフランクだから、なんか男女でちょっと話せたりとかして、ね、はいはいはい、確かに。あと卒業式の第2ボタン、第2ボタン。え、もらった？え、もらいましたよ。でも、え、同じ学校の子？はい。え、すごい。私そういうのやったことないよね。持ててる子はもうほんと第2とかもないんで、え、第1もないんです。でもこの辺をもらうしかないんですよ。なんで、それでもいいから欲しいみたいな女の子もたかっていく子はいましたね。なんかさ、その学生のさ、第一ボタンもらうみたいなさ、はい、なんかあるじゃん、第二ボタンとか、はいはいはい、それって結局何なんだろう。で、どうせなくなってるっしょ、そのボタン。いや、もう捨ててますよね。え、そうよね、はい、なんでボタンなんじゃと思う。確かに、マジで。いや、でもこうなんか心臓に近いから、うん、こうなんか思いがあるみたいな。なんか分かんないけど、なんか、いや、マジ、え、それ本当に言ってる？いや、これガチです、これガチです。いやいや、第二ボタンっていうのは、うん、心臓に一番近いから。あ、だから第二がいいんだ。はい。ハートに、その人のハートをちょっと狙った感覚なんだ。そうです。え、それマジで、さえちゃんがそう思ってるだけとかじゃない？いや、まだこれ、キモくないって思った。ただのメンヘラ。メンヘラちゃんだって。いや、まあ、間違いないです。え、でもこれはガチです。だから、第一とかは意味ないんです、うん、あんまり。あ、そうなんだ。でも、それでも欲しいから、みたいな子はいました。あ、そうだった。そう、もらう意味が分かんなかった、私ずっと。ガラケーだったしな、その時代。いや、確かに。あと、ウィルコムとか流行ってた。うわ、私、コムでも持ってなかった。お兄ちゃん持ってたけど。え、そうなの？持ってた？持ってます。マジで？バリバリ毎日、朝まで電話してました。あの、起きたらまた繋がってるみたいなのが幸せだったんです、その時は。ウィルコムね、かけ放題だからで。はい、しかもさ、なんかウィルコムのさ、充電のパックの部分をさ、好きな人と交換するみたいなのあったよ。返してました、返してました。なんなんあれ、ほんま。今思うと、なんか今ないじゃん、そういうの。確かに。iPhone で。今はそんなんないじゃん。青春って今なんなんじゃろうな。でも、今の子ってやっぱ TikTok とかあるじゃない。あ、そうだ。てか考えてみ、だってさ、暇な時間 TikTok まずするとすんじゃん。それがさ、もうめちゃ伸びてさ、すげえフォロワーになってさ、ね、だから誰でも有名人になれるっていう、すごい時代よね。私らの時は欲しかったわ。いや、本当に。だってあれってめっちゃ思い出作れるじゃないですか。うん、だって私も一番最初に SNS したのさ、ツイキャスみたいな、あー、なんかありましたね、動画を配信するみたいな流行ってて、はいはい、その時だってツイッターとかツイキャスが流行り始めた時だったから、あ、高1の時とか、はいはい、だからもうその時に TikTok だったら超楽しかった。いや、間違いないです。今の流行りの歌とか、うわー、いいな、つけてね、エモい動画をやりたかったな、そういうの。田舎ってさ、チャリでどこまでも行けるよな。わかります。なんか電車の、はい、まず最寄り行くまでに30分とかかかるから。そうなんですよ、ね、だからもう、なんだろう、イオン
までもう全然1時間とかかけてチャリこいで行ってたし、プリのためにありがちありがち、すごいよな今考えると。でなんか巻き取れたメイクでもそうマジでイオンのなんかトイレとかで、そうそうそう、プリクラのおまけの末ですけど、ね、いやわかりますわかります、あの漏れるわけがないんだよ本当にマジで。この辺痛かったで、痛かったよプリクラのちょっちいみたいな、そうそう、わかるわかる、懐かしい、特攻服着てさ卒業式出るみたいな、はいはいはい、はい、ヤンキーいたじゃん、いました、そんなのいないらしいよ今、私も来ましたもん、来たの特攻服を、特攻服じゃなくて、うん、なんか刺繍が入ってるセーラー服ってやばギャルやな、あれ高いっしょ、高いんですか、でもなんかそれはなんか先輩に代々借りていくみたいな、え、サイちゃんはどうした、先輩に借りた、私は借りました、へえ、そこまでじゃなかったんで、やば、はい、ギャルやな、自然とみんな着るみたいな、あるんだ、はい、代々東京で頑張ってるっていうだけでめちゃめちゃ応援してくれない、岡山の方たち、いや、わかりますわかります、ね、しかもあのサイガみたいな感じになりません、あのあのあいつがみたいな携帯取られてあの落ちこぼりのあいつがみたいな今じゃね表参道で働いてますから、はい、そうですね、ちょっとあの見直してくれたかなと思いますでもなんかこの間さ、はい、あの私よくさストーリーでさ質問コーナーみたいなやんじゃん、はい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 、で質問コーナーやった時に中学校の時の同級生の、まあ、やんちゃしてた男の子が何々じゃけど覚えとる、なんかしかもそこにそうそこに LINE とかじゃなくて、そうなんよ、もう質問コーナーのみんなが送ってくるやつ私全部まあくまなくチェックしてるけど、そこにすごい、はい、何々じゃけど覚えてる、あん時俺お前のこと好きだったんよって、なんかエモいなと思ってエモいや質問コーナーそうちょっともうなんか現代すぎてなんでそこにした、そうそうそう、え彼氏も3年間できんかったし、岡山で、え本当ですか、そうそうそう、あの高校の時とかね、いけるいけるよねだいぶ話せるわ、もう好きに好きに岡山話すの、いや本当めちゃくちゃ面白い、でもこれ東京の人話してポカーンだからやべえってみたいな、いやマジで惹かれて終わり、もうこれでもうだいぶ撮れてるで動画、いやそうですね、一回流してよ、オッケー、おー、いい色、透明感あるね、いい、モテカラーに、モテカラーになってる、冬のありがとう、なんかいつもさ、さえちゃんにお任せして巻いてもらうじゃん、はいはい、で写真撮ってもらうじゃん、はい、で私のインスタほぼさえちゃんが撮ってくれたさ、いや本当ですよ、このセット終わったセットてか巻いてもらった後の写真ばっかよ間違いない、巻き方を教えてくださいみたいな言われるけどさ、わかんない、そさえちゃん大体載せてるのさえちゃんが巻いたやつだから、確かに、でも大体これが多いよね、こういう、はい、好き、そういう感じ、リモさんちょっとレイヤー入ってるから、そうね、そういう方がいいね、さえちゃんと元々家とかでそういうなんか髪巻いたりとかその好きだったってこと、めっちゃ好きです、あ、そうなんだ、ギャル時代にギャル時代が唯一マジそれだけが好きで、あ、そうなの、友達とかやってあげてます、髪の毛、はい、いいね、祭りの日はセットしてあげたりとかして、うん、え、すげえ、そういうのは結構好きだった、自分で勉強してってことや、そうですそうです、 YouTube とか見て、見てます見てます、らーこういうなんかあのスケスケのカラー大好き、ね、かわいい、似合う安定のいいんじゃない、すごいありがたいわ、もういつもいつもこれでもうモテまくりです、モテまくっちゃう、モテまくりです、バクモテです、外行くか、完成、わーい、ありがとう、ありがとうございます、完成完成、これがサイリュモテカラー、モテカラーですいい色、もう透明感スケスケです、ぜひギャルに会いにギャルに会いに来てください、岡山のギャル、あのお客さんには喧嘩売ったり絶対しないの本当にするな、そんな誰にもするな
過去の話だけど心が満喫ってだけで心が満喫お互い満喫ですからね。まあでもね普段はね真面目にねちゃんと美容師めっちゃ美容師してますめっちゃ美容師してますめっちゃ美容師してるもんねめっちゃ美容師してるんだ、はい、ありがとうありがとうございます。じゃあまた来週来るわもしかしたら明日来てるかもしれないじゃあね、はい、ありがとうございます。